震災前と今違って、やっぱりね、良かった点は何か、やっぱりですね、震災前に比べれば話すようになったっていうことですね、お互いに。で、実際僕は今、いろんなテンポラリーハウスの支援もしているんですけども、そこの被害者のおばあちゃんたちも今、大体みんな同じようなことを言うのは、震災前、この人たちとは一言も喋ったことがないけど、今は震災をきっかけにしてね、みんなと初めてお友達になったけれども、震災前よりもむしろ今、友達が増えました。いっぱい喋る友達がたくさんできました。で、これは自分たちがもう死ぬまで、一生の多分友達になるだろうなっていうふうに思ってますっていうことを、実にたくさんの方が言うようになってきました。で、僕はだからこそね、この石巻だけでも、残念なことにね、僕の家族も入れて、友達も入れて、結局、4000人近い石巻の人たちが、まあ、残念ながら死んでしまっているわけですね。じゃあ、って僕は思うんですよね。震災前の石巻に戻ればいいのか。それは僕違うだろうと思うわけですよ。たくさんの人が死んでいった。で、みんなはね、死にたいと思って死んでったわけではないんです、今回はね。明日もあると信じていたのに突然死んだ。無念だったと思います。だとすればですよ、4000人の方が亡くなったこの石巻市で、震災前の石巻に戻すっていうことがね、僕たちの使命じゃないと思うんですね。やっぱり震災後、要するに僕が言いたいのは、お金はいくらあっても幸せにはなれないわけなので、お互いに相手を思いやって、で、みんなが仲良く団結して助け合って生きていける、って、もしそういう新しい石巻っていうものを作ることができたら、それはね、無念の思いで死んでった人たちに対する、実は僕は最高の供養じゃないかなと信じているんですね。だから自分のことはほったらかしにして、足掛け3年間その石巻の地域の復旧、新しい石巻を作って、それはお互いに信頼し、お互いに助け合って、で、子供たちが安心して生きていけるような社会を作る、もし作ることができたら、それが亡くなっていった人たちへの本当の供養だし、僕たち人ってこうやって生きるものだっていう一つのね、お手本を世界中にお示しできるんじゃないのかなって、実は僕信じて、まあ、足掛け3年間活動してきた。それが実は僕のメッセージなんですね。